ここからは神戸にゆかりのある皆さんのアーティストの皆さんのライブをお楽しみいただきます。まずはね、はい、今りななちゃん、りななちゃんってあの普段はダンサーとかモデルで、はい、活躍されているりななさんです。さありななさん、よろしいですか。はい、それではりななさんのステージです。ただいまご紹介していただきましたシンガーソングライターりななと申します。よろしくお願いします。早速1曲目、一緒に乗りながら聴いていただけたらと思います。ランという曲から聴いてください。
NA と書いてリナナと申します。倒れちゃって起こしていただいて申し訳ない。1曲目ランという曲聴いていただきました。もともと最初に紹介していただいたようにダンスをずっとしておりまして、今の曲はダンサー付きでいつも歌ってたりするんですけど、眩しいですか皆さん。顔なかなかいかついですけど眩しい。なんかこのちょうど目線のところになんかヒーローみたいな、めっちゃうちわ熱いんでしょうねヒーローがうちわ仰いでる。名前なんなんやろ。あ、なんかうなずいてはります。今日は夕方までここでたくさんなんかいろいろフリーマーケットがあったり、神戸高校150周年ということで、夕方までイベントしてると思いますが、始まったところで、合間合間ドリンク飲んだりしながら夕方まで楽しんでいただけたらと思います。リナナのステージあと少し歌わせていただきたいと思います。2曲目は I Sing of One to Your Love というリナナの曲の中で一番タイトルが長い曲、聴いてください。
ちということで、12歳からダンスを始めたところが音楽を始めるきっかけで、3年前からリナナという名前で、神戸を中心に活動させていただいております。路上ライブやったり、ライブハウスでライブしたり、いろいろ活動しながらやってるんですけども、神戸を思って作った曲がありまして、その曲を次歌いたいと思います。小さな一歩という曲を聴いてください。次の曲も、何ですかね、何やったっけ、あ、ライブハウスで、いつも女の子4人のダンサーと一緒に踊りながら歌ってる曲、今日は踊らないんですけど、今日リナナが踊らない分、皆さんにちょっとサビで一緒に乗ってもらえたらと思いますので、暑いと思いますけど余計暑くなってもらえたらと思います。簡単なんで、手挙げたら、リナナが手挙げたらここかなって思って一緒に乗ってもらえたら嬉しいです。5月18日先週水曜日に、ミニアルバムが全国発売になりまして、その中に入っている曲でございます。ビューティフルという曲を聴いてください。好きなことなんてわからない。
少しずつ上がっていただいてありがとうございます。ちょっとね、じっとしてても汗かくと思うんですけど、今の動いて汗かいたと思います。そんな時にいいとこにリナナタオルがあります。何人か持ってくださってますけども、この後1曲歌った後、皆さんから見てちょっと左手の青い点と、あの可愛らしい女の子2人が座っているところです。あの手振ってくれてるあそこで、リナの CD とかこの汗拭く用のタオルとかいろいろ持ってきております。でチラシも持ってきてるんで、ぜひ、今日出会った方、初めましての方も、何かしらでつながっていただけたらと思いますので、チラシだけでもあのテントのところにもらいに来ていただけたら嬉しいです。気軽に話しかけてください。神戸に住んでおりまして、神戸中心にいろんなところでライブしてたり、であそこのんこっちかこっちのあそこのビル、ラジオ関西があるんですけども、ラジオ関西で毎週月曜日夜の22時から、生放送で CLK ミュージックヘッズという番組のパーソナリティもしておりますので、ラジオとかも、ぜひ毎週聞いていただけたらと思います。毎週月曜日なので明日ですね、明日の22時から、ぺちゃくちゃ生放送で喋っておりますので、ぜひラジオも聞いてください。よろしくお願いします。多分ツイッターとかフェイスブックはこの RINANA で検索したら出てくるかと思います。まあ、ツイッターとかはなんかあの外国人の人とかもよく出てくるんですけど、なんて検索したらいいんやろ。まあ、チラシもらいに来てください。ぜひつながっていただけたらと思います。最後の曲もその5月18日に全国発売したミニアルバムの中から歌いたいと思います。その CD も今日持ってきております。CD は2種類ありますので、ぜひゲットしてください。一番盛り上がる曲を最後に歌って、この汗拭きタオル、あのリナナのやつじゃなくてもいいんで、なんかタオルとか何かしら振っていただけたらと思うんですけど、タオルとか振るもんがない人はもう素手で、あ、ありますか、いい感じですね。
素手でさっきみたいに一緒に乗っていただけたらと思います。大阪のラッパーの子と一緒に作った曲を最後に歌ってリナナのステージを終えたいと思います。この後イベントはどんどん、夕方まで続いていきますので楽しんで帰ってください。ありがとうございました。最後にワナビーという曲聴いてください。この後も楽しんで帰ってください。あっちで待ってます。ありがとうございました。